質問はですね、仏教はどういう気持ちで求めていったらいいのでしょうかと。こういうことですね、今まではですね、死んだ後に激しい苦しみがあるからですね、死んだ後に激しい苦しみがあるから、それを解決するために聞かなければならないと、こういうことですね。死んだ後に激しい苦しみがあるから、聞かなければならないとね。こういうふうに、聞いてきたんですけど、まあ、これからどういう気持ちでね聞いていかないといけないのでしょうかと、こういうことですね。でそこでまず仏教ではですね、仏教では死んだ後に苦しみがやってくるのではなくて、生きているそのままがですね、苦しみであるということに気づくんですね。ここが大事なんです。だから死んだ後が苦しいんじゃなくてね、今生きているそのものが苦しみなんです。この苦しみを解決するために仏教を聞かなければならないってことなんです。で、これをですね、固くっていう。今まではね、固くっていうのはね、固く、今まで聞いてきた固くっていうのは、軒先から火が燃え移った状態と聞いてきたと思うんです、これ。火がまさにこう燃え始めてきてね、やがて全体が燃えてくる。なのに、この家の中で安心して、ね、いることはできないでしょうっていう話をしてきたと思うんですね、聞いてきたと思う。だけど本来の固くっていうのは、まさに今が燃え盛るお家の中にいますよっていう話なんです。こういう状態なんです。これが固くなんですね、本来。だから家宅の中に、火のついた家の中に今いるんだと。だから火のついた家の中から出ないといけない、ね、火のついた家の中から出て初めて苦しみが消えるんだと、こういうことです。だから聞いてきた教えが違うんです、全然。こういうことなんですね。今までは何を聞いてきたのかというと、苦しみは死んだ後に来るから、その死んだ後の苦しみを解決しなければならないんだと、こういうふうに聞いてきたんです。それに対してですね、本来の仏教っていうのは、苦しみは生きているそのままが苦しみなんだと説いてる。だからこの苦しみを解決しない限り幸せにはなれませんよって説かれるんです。だから今までは生きている時は苦しくないと説いてたんです。で、死んだら苦しみがやってきますよと。
こういうふうに聞いてきたと思うんですね。でも本来の仏教は生きているそのままが苦しみなんです。この苦しみを解決しないと幸せにはなれませんよって説かれてるんですね。こういうことです。ところが私たちは苦しんでいながら苦しんでいるという自覚がないんです、ね、苦しんでいながら苦しんでいるという自覚がない。ここがポイントなんですね。だから苦しみという自覚がないまま苦しみ続けているんですよと。じゃあ苦しんでいる自覚のないまま苦しんでいるってことはどういうことなんですかというとですね、賽の河原の石積みのようなもの。賽の河原の石積みって分かりますかね。賽の河原っていうところがあってね、そこに、子供たちが行くとこうやってね石を積んでいくんです、ね、石を積んでいく、ね、そうやって誰よりも高くね石を積んでいくことによってね、お母さんがそれをですね認めてくれそうな気がするんです。お父さんやお母さんがね、自分のことを認めてくれる、自分のことを分かってもらうためにですね、一生懸命ですね石を積んでいくんです。人生とはそういうもんなんですよ。人生とはね、お父さんやお母さんにですね認めてもらうために一生懸命自分の存在を示そうと石を積んでいくようなもんね。だから必ずね、誰しもですねお父さんやお母さんの影があるんです、自分の努力の裏には。そしてお父さんやお母さんに見返すためかね、お父さんやお母さんに喜んでもらうためかね、そのどちらかでね動いてるんです。自分のいわゆる存在をね、例えばある人だったらね、自分がそのある階を、引き継ぐ、ね、その引き継いで立派に引き継ぐ姿を見せて親から認めてもらおうとしている、ね、それは親の存在っていうものがそのなんていうんですかね、必ずあるんですよ。ある人はね、何か映画の作品を作る、そして皆さんにその映画を喜んでもらうことによってね、親に喜んでもらおうとする、ね、またある人は何か技術とかね作品を作る、そして作品を作ってそれが世に評価されることによって親に見返してあげたい、錦にね旗をこうね、錦に旗を持ってね帰りたいというか、そういうような気持ち、それは両親に自分の存在を認めてもらいたい、喜んでもらいたい。必ずですね賽の河原になるんです。人生とは、人生とはですね、だからそのあれはですね、その子供の話だけじゃないんです。たとえ体が大きくなってもね、その子供のような心を私たちは抱えていて、そして、必ずお父さんやお母さんを問題にするんです。無意識のうちにね。で、お父さんやお母さんに認めてもらうことによって自分の存在を認めてもらおうとする。その認めてもらい方がね、自分を認めてもらいたいんじゃない、自分の作ったものを認めてもらおうとするんです。
例えば自分が立派な会社を作ることによってね、親から認めてもらいたい、自分が立派なんですね偉業を成し遂げることによって親から認めてもらいたいですね、自分が立派な生き方をすることによって親に喜んでもらいたい、結局そこに、何ですかね、自分の存在をですね認めてもらいたいっていうのがある。一番は誰からかって言ったらね、両親なんです。で、私たちはもう根底にそういうものがあるんです。なぜかって言ったら、自分が生まれてきた時に一番そばにいた人が両親だからです。この世界に生まれてきた時にね、一番最初にね見た人がね両親だからです。だから子供っていうのはね、まず最初にね両親を確認するんです。まあ、両親というかね母親ですよ。だから目が覚めた時にねまずママを探そうとする。夜寝る時にね不安だからママを探そうとする。世界というのをまずママを確認してから、ね外の世界を見ようとする。そうやって自分の存在を最初に認めてくれる人がですね両親なんです、親なんです。そして親からですね自分の存在を認めてもらうことによって私たちは安心しようとする。その安心の仕方がサイの瓦のようなものなんですよ。自分じゃないんですよ。自分を認めてもらおうっていうのではなくてね、自分のいわゆる成し遂げたもの、作り上げたものを認めてもらおうとするんです。それをサイの瓦だから子供たちはね、その才の体でですね、自分を認めてもらおうとすれば苦しまずに済むんですよ。私はここにいるから私のことを認めて。ところがその才の代わりにいる子供はですね、自分を認めてもらおうとはせずに自分の作ったものを認めてもらおうとするんです。だから誰よりも高く誰よりも素晴らしいものを作ろうとするんです。そうしないと人は自分のことを評価してくれないから、そうやって石をですね乗せ始めるんです。ところがこの石というのはですね、高く積み上げれば積み上げるほど不安定になる。つまり一番を目指そうとすればするほど不安定、つまり崩れやすくなるんです。オリンピックで一番、それは確かに素晴らしいことかもしれない。だけど一番になった後はですね、もろくも崩れ去っていくんです。一番を維持するね、朝青龍だったら一番を維持する。でも次の横綱が現れて敗れていく、オリンピックで一番を取る、でも次の選手が現れてすぐに崩していってしまう。どんなに素晴らしい偉業を成し遂げようとしてもですね、一瞬を成し遂げたとしてもそれを維持することができずに崩れていってしまう。そういう私たちは人生を送ってるんです。この石を積み上げることが幸せだと思ってね、一生懸命こう乗せていくんです。しかも私たちはこの乗せたものはですね、崩れないと思って乗せていくんですよ、ね、幸せを積み上げていく、その積み上げていくことは当然崩れないんだという大前提で乗せていく。だから石を積み上げているときは私たちにとって幸せなときなんですね。で同時に石がガラガラガラッと崩れていくときはですね、私たちにとって苦しみのとき。そしてこの石は高く積み上げれば積み上げるほど苦しみは大きくなるんですね。じゃあ幸せですか、この石を積み上げること。
でもね、崩れるというね自覚がないんです。崩れると思ってないんです。崩れると思ってないうちは幸せなんです。そうやってね、一生懸命人生とはですね、石を高く積み上げてね、積み上げて積み上げて積み上げて死によってね、ガラガラガラって崩れる。だから死んでいく時が苦しみだとこう思うんです。だけどなぜこの苦しみが起きるのかというと、生きてる時に頑張って積み上げたからなんです。頑張って積み上げなければ苦しまず済むんですよ。だから積み上げている最中も実は苦しんでいるってこと。こういうこと。それは先まで見えてしまった人にとっては積み上げていくという行為そのものが苦しみなんです。どうですか。例えばね、死の13階段があったとしてね、その13階段をね、もう死んでいかなくちゃいけないと分かってて喜んで上がっていける人います。ね、それが最後崩れていくと分かった後の人生っていうのは上がっていくことそのものが苦しみなんです。崩れていくと分かりながら積み上げていくその人生そのものが苦しみなんです。だからそれが分からないだけなんですね。私たちは自覚がない、崩れていってしまうという自覚がない。私たちの根本的な迷いっていうのは、自分の積み上げたものは絶対に崩れないという迷いを持ってるんです。それが根底にあるんです。誰しも持ってるんです。生まれながらにして持ってます。100人いたら、ね、100人とも、1000人いたら1000人とも、1万人いたら1万人ともですね、自分の積み上げたものは崩れないっていう、そういう、ものを持ってるんです。例えば結婚するときにね、離婚すると思って結婚する人っていないでしょ。あ、この人と別れるんだわと思って結婚する人なんていない。だけどね、半分以上の人がね離婚してるんです。違いましたっけ。4割、半分近くの人、半分近くの人が離婚してるんです。でも私は違うと思ってる。芸能人ね、芸能人にいたっては9割以上ですよね、離婚してると。ねえ、加藤茶でも離婚したとね、椅子の桐子さんも離婚したね、ほとんど離婚じゃないですか、ね、なのに私だけは違うと思って結婚するでしょ、ね、陣内さんだってさ、永遠にあなたのことを愛し続けますって歌ってさ結婚したじゃん。なのに別れていると。私たちはそのね、やっぱり崩れないということを大前提にして始めるんですよ、物事、ね、だけど実際は崩れていってしまう。それはなぜかといったら、真理はですね、無常だからなんです。無常だからなんですね。だから、必ず崩れていってしまう。でポイントはですね、崩れていくということを頭で分かっていながらも求めていってしまうことにあるんです。必ず崩れていくと頭で分かっていても求めずには折れないのはですね、
それは崩れていくと分かってないんです。だから仏教では上の心と下の心があるんだって言われるんですね。ね、上の心っていうのはですね、頭で必ず死んでいかなければならないっていうことが分かってますよっていうね、心。下の心っていうのはね、絶対に死なないと思っている心なんです。だからどんなに人間必ず死んでいかなければならないと分かっていても、積み上げていくことをやめないのならば、それは死ぬと思ってないんです。もっと分かりやすく言えばね、どんなに人間死んでいくんだっていうことが分かっていてもね、使わなくなったものを捨てようとした時にもったいないっていう心が起きてきたならば、それはあなたは死ぬと思ってないんです。ね、死を否定する心が腹底にあるんです。絶対に死なないと思いながら私たちは生きてるんです。だから家宅の中にいても家宅だということに気づかない。それが死んでいくんだなっていうことを認めた瞬間からですね、この世界は固くに変わります。すべて。死んでいかなければならないというのは真実であり、変えられない事実なんですね。もう変えられないことだけど、それが本当に分かった時からですね、分かり始めたかな、始めた時からですね、この世界は固くに変わるんです。そしてこの固くを解決せずしてはですね、幸せになれないということが知らされてくるんです、ね、だって分かっていながらね、こう積み上げていくからね。そしてそれがね、あたかも幸せかのように感じてしまうからね、怖いですよ。崩れていくということを分かりながらね、積み上げていく、これはね、恐ろしいことなんですよ実は。もうそれを、やってしまうということは、実は死なないと思っている心が腹底にある。そしてそれは死ぬが死ぬまでね、死なないと思ってるんです、ね、死ぬまで死ぬないと思ってるんです。臨終までなんとかなると思ってるんです。でもうダメだとなって初めてうろたえるんです。それが私の根底にある心なんです。これを解決することが仏教の目的なんですね。で、多くの人はそれが臨終で知らされるから、臨終で問題になる、御所は一大事だと、こういうふうに言われますけど、それは臨終で初めて崩れるからであって、臨終前でもね、崩れるわけですよ。これ無常ですから臨終前でも崩れたら苦しいですよ。で、その苦しいのにそれを積み上げていく行為そのものが間違ってるわけ。で、これを解決せずしては幸せにはなれない。これが仏教の目的でありですね。仏教というのはいかに死というものをですね、この無常というものを認めていくか、この一点なんです。どうしたら無常を認めさせることができるか。それはね、死ぬんだ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 ってやってもね、認められないんです、ね、これが仏教の一つのポイントなんですね。それをまず知って
ていただくことが大事ですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩したいと思います。